ハリーさん、はい、もうせっかくここまで来たら見ていただきたい石があるんですよ。特別な石があるんですね。あるんです、あっちに。うわハリーさん、このすごい石垣を誰が築いたのかっていうのが分かるところがあるんです、うんうん、なるほど。下から5つ目の石、なんか書いてありますよ、文字が。え、加えるっていうかっていう字が、でその下に、加藤、加藤、加藤といえば、はい、清正公、清正、はい、マジここにロマンを感じるね。この職人の技っていうのはやっぱすごいですよね。やはり彼はもう築城の中ではなくてはならない存在だったんだなというのを感じますね。まあ、ですから普通清正のお城っていうと熊本城をイメージするんですけれど、はい、実は清正のすごい石垣は愛知県の名古屋城にもこんな風に残ってたんですよね。いや見ちゃうよね。ねえ、超感動的ですよね。清正もここまで作ったのにね。え、やめ、え、本当ですか。いや本当なんでやねんですよね。なんでやねん。で清正のもとで働く職人さんたちもいやいや何を言ってるんですかって。今更もう作っちゃったんですって。これすごい重いからここまでね、堀の底まで落とし込んで据え付けて、ね、もう持ち上げるの大変だからもういやもう埋めちゃってってそのままになってたんですよねこれ。そっか、だから埋めちゃってるんだ。そう残ってたんです。触ってるよ、加藤清正の歴史を今触ってます。